3本目です。こんなになってます。アロハ。いきますよ。まだあのあれじゃないですか、皆さん温まるまで。そうそうそう、なんかちょっとじゃあ初心者向けのあのあないない。お疲れじゃないですか。ウェーブ始まりましたよ。ありがとうございます。皆さんご覧いただきまして。結構1日3本って答えますね、はい、結構答えましたね、はい、なんかもうちょっとみんな集まるまでなんかあるかな。アロハ、アロハ、ありがとうございます。辻さん、アロハ。なんかあるかな。なんかこう後ろのこれ気になってる人いいんじゃない。ゴタニシデラ、あんま知ってる人ないかな。トゥタカイ社長。僕の好きなアロハアーティストの人、はいはい、紹介が雑。サインいただいた、はい、よかったですね。あ、そういえば、はい、今日僕着てるのこれ可愛くないですか。これ何着てるんですか。あ、なんか着ました。あ、これはあの関係ないです。これね、何着てるんですか。これあのアロハブロッサムっていう、はい、あのアロハブロッサムとはとはなんて言えばいいんですかね。のご存知、モンゴル800、はい、まあ、ウクレレだけウクレレジプシーという名前でやってますけど、はい、清作さんのね、オリジナルブランドで、うんうん、かわいいあのアロハシャツとか、ハーパンも今出したの、うんうんうん、洋服なんですね。僕も好きで結構何着も持ってる感じなんですけど、うんうん、もうこれそろそろこの時期かなと思ってますんで、うん、今年はアロハブロッサムアロハと、ハーパンゲットしましたんで、うんうん、それで1年を、過ごそうと。私も今年は1枚は欲しいですね。ね、可愛いよね、はい、女性物もすごい可愛いあるから、うんうんうん、ぜひ、一家に4着アロハブロッサムを、結構こう気分上がりますんで、はい、いいかなと思います。着心地良さそうですもんね。いいですよ、生地もすごくいいですね。なんであのちょっとお値段張るかもしれないですけど、うんうんうん、その分あの価値はある。そう、かっこいい、あのデティールがかっこいいですよ。ディテールがかっこいい。ディテールね、ディテールね。というわけで、はい、ございました。はい、はい、皆さん着々と来てくださってますよ。ありがとうございます。アロハ。はい、今、僕の電話の LINE がすごい来ちゃった、はい、めちゃめちゃ来てますね。と今日あの、はい、ゴールデンウィークの、ネタ初日ということで、はいはい、ネタをあの翔子と2人でお届けしておりますが、はい、今日最後の、ネタは開封の儀こちら、はい、ダンダダダダダ、こちらこちら、というわけで、どちら。コアロハ、これ今日あの3本とも翔子 T シャツ買いてたの分かった。気づいてくださった方いますか。まあ今日はあの25周年モデルの珍しいテナーが入荷したんですね、はい、なんで、なかなかテナーは数少なかったんで、うんうん、みんなにお届けできなかったんですけど、あっという間に出ましたもんね。そうで、25周年ももう間もなく終わりになるみたいで、なんとか、この分確保しましたんで少しご紹介してですね、最後、終わりたいなと思います。もちろんこれ動画の方残しときますんで、興味のある方はお店の方に、明日以降ですね、お問い合わせいただければと思います。どんどん上手くなってる気がする。そうね。意外な特技を発見しました、はい、というわけで、はい、このチャンネルは翔子ちゃんにお渡しします。おっと、開封の、あ、初めての開封の儀させていただきます。はい、こうで持っておくか。あ、お願いします。かけておいた方がいいんじゃない。かかりますか。あ、これ反対の方がいいですか。これはどこから切ってもいいやつですか。
とりあえずこの日も開封の儀というのはこの日もまず切る頃から始めます。はい、危ない手気をつけてる。はい。初めての開封です。じゃあゴミを。はい。じゃあどんどん開けていっちゃいます。開封の儀隣で黙ってることが多かったんです。初めて開封してます。どうした？お、いや、いないですね。フェイスブックには一人もいらっしゃらないですね。わしさんが。たくさんの感情が入ってます。ここを見せない。こういう状態で入ってます。もうちょっといっぱいちゃんと入ってました。はい。はい、お、ぶっこんできやがった。これの黒バージョンです。なんか3枚だけ入ってるって謎の。先着3名様ですね。まあでも 5分分ぐらいあるだろう。こういう感じの段ボールか。可愛らしいですよね。コアロハの。ちゃんと結びのこんなケースに入ってます。で、かざそうか。はい。これはですね、どうしてか。開けちゃいます。ちょっと肩を出し、はい、フェイス開ける、はい、こんな感じです。開封って難しいんですね。難しいですよ結構。開けてじゃーんはなかなかできないです、ね、そう結構難しい。これを一人で何本もやるの大変ですね。気持ち分かってくれた。いつもありがとうございます。あ、来ました。ダンボール、ありがとうございます。至れり尽くせり、ダダーン。25周年のコアロハ、このヘッドが素敵ですね。そして中のラベルも、中のラベルが25周年。インスタの方にもフェイスブックの方にも見えるように交互に写します。このラベルが黒とシルバー、かっこいいですね。これシルバー、シルバーモデルだからシルバーなんですか。多分そうだと思います。ヘゴもいつもと違いますね。いつももうちょっと黒いやつですね。プチサップ入ってますよ、プチサップ。ボブサップみたいな。表にもいた。こんな感じです。コアロハさんの特徴といえば、テンションがめちゃめちゃ柔らかい。あとロージー。あ、そう、テナーはロージー仕様になったんですね。なのでテンションがすごく柔らかいんですけど、このテンションが柔らかくて張りが出にくいのをボディを薄くして強振しやすくすることでボリュームカバーする、とても引きやすいメーカーがコアロハさんです。それ一番にしようか。一番、はい、これ一番、管理番号一番です。あと
で順番にタグつけて。したいっていう方はテンションがきつくなるのが一番のネックだったと思うので、これはねコアロハさんサイズアップはすごくしやすいモデルです。そんな感じですかね、わしさん。わしさん、あ、わしさん Facebook 初めて登場じゃないですか。ヤッホーこれいいじゃん、サップ入ってこれ。そう、サップトップもバックもサップが、まあ、コアロハは明るめのサウンドが、うんうんうん、まあ、第一印象だけど、結構あの老人になることでふくよかさが増すよね、とってもね。で、スケールもテンションが一番長くなるから、うんうん、しっかりとパーンと前に出るから、なんかあんまり軽やかな音、あのコアロは結構軽やかな感じだけど、老人になると結構あのインストゥルメンタルとか一人で丸々を奏でる、うんうん、系の人にはおすすめできるよね、うんうんうん、で結構あのチューナーも直列のやつが通常ついてるじゃん、はい、オレンジのさ1対1の、はい、あれが結構こう微妙な角度 の, あの妨げになる人とか意外といたりするんで、うんうん、ちょっとチューニング気になる人はこっちの横ペグはおすすめだよね、しっかりしてるよね、うん、これ後藤のペグだよね、確か違うのか、多分 そうだよ、うん、なんでしっかりしててチューニングしやすいから結構ストレスフリーかもしれないですね。そうですね、はい、というこちらが一番でした。マスキングテープすごいすごい、かけとけばこれどっちも映ってないじゃないですか。でも分かるよね、とりあえずこう上かけてて、あのラベルに管理番号つけて、じゃあ隣からどんどん2番、うん、2番です。2番がこちら、出てなかったですけど、これ1番に比べると横出てますね。サップはないです。あ、横のこれサップに入りますか。
これサップに入りますか。まあ入るっちゃ入る。横側にサップみたいな子が。これ結構カーリー出てますね。このヘッドプレート黒いのもこの25周年のみですね。通常のものはハワイアンコアなのでヘッドが黒いのは25周年限定モデルです。おすすめです。これソロは弾きやすいですね。こちらは管理番号2番のコアロハ25周年記念モデルテナーサイズ。これ何でしたっけ、 KTM25 シルバー、うん、テナー25周年テナー25周年管理番号2番、うん、以上。なんか名前分かりにくいからさ、はい、ちょっと難しいんですよね。その方が結構分かるかもしれない。25周年記念モデルのテナーサイズ2番です。これが管理番号2番。2番はこういうカーリー出てるやつ。いいと思います。はい。3番どれだっけ？分かんないですけど、それ1番ですね。1、2、3。あ、それさ、タグつけてる。横から順番になってないっていうのは和紙さんクオリティ。書いてあるんでしたっけ、番号。3番はちょっとオレンジがかった明るい色の個体です。こんな感じ。この一番下がシリアルですよ。これです。これがシリアル。インスタとフェイスブックで指さす位置が違いますね。難しい。ここに書いてあるのがシリアルです。
ボディの色からしてちょっと元気が出る明るめな色ですね。今までちょっと深めな暗めな色だったんですけど、3番は明るい色です。こちらが管理番号3番ですです。で、急にこの鏡文字見ると頭が混乱します。これが4番かな。4番です。あのピンクのマスキングを、はい、あれしてんの、はい、4番、あれがあれだ。ピンクのマスキングが鏡文字じゃない。なんですけど、ちょっとオレンジがかかる。え、わしさん何いなくなっちゃった。カメラのバッテリーが終わったから。カメラの充電しに行ったようです。いきなりほったらかされました。びっくりしますね。こちらが4番、管理番号4番です。あ、すごい、なんか4番向き変えるとちゃんと見えるね。4番だけできるやつ。4番も若干細かい、細かいカーリーがしっかり出てます。ちょっとそのオレンジがかった線が他のやつより濃く出てるかなっていうのがこの4番ですね。やちゃやちゃ。4番は木目がオレンジっぽい。そうなんですよ。ロゴインレイがゴージャス。そうなんです。とてもかっこいい。インスタとフェイスブック、あ、ここ両方映りますね。このアパロンインレイが映えますよね。こっちが黒いとすごいね、かっこいいんですよ。かなりハイフレットまでしっかり音が出ますね。マジックで描いたみたいな木目、シャーッと描き放題ですね。こんな感じ。横もコントラストすごいはっきりしててかっこいい。サイドもかっこいいです。こちらが管理番号4番。わしさんが帰ってこない。行け行け。そしてこれが5番ですね。5番もカーリー出てますね。何色のメロン色のマニキュア。初夏をイメージした新緑。爪弱い人で、ね、マニキュアじゃない、なんていうんだっけ、ジェルネイル、おすすめです。
になるので爪弱い方はぜひ。5番がこの細かい、めちゃめちゃ細かい返り入ってます。サイドがオレンジっぽいのが5番です。これ細かい返りすごい出てますよ。5番が一番細かいかな。こんな感じです。これは5358かな。でヘッドももちろんこのインデーバックミュージックがいい。もうレパートリーがないんですけどどうしよう。レパートリー終わった。それがいいんですよ。ウクレレはそういうのが気軽にできるのがいいんですよね。なんか、はい、そういう楽器よ。うんうんうん。そういうなんか弾いてて、はい。さあ、いらっしゃいませ。今日はコアロハ、25周年どのこうのっていうのもいいんだけど、はい、なんかそういう雰囲気っていうか、こんなんですよっていう。そう。この雰囲気伝わって、なんかこう弾いてて柔らかい音で、じゃあなんかちょっとこう。うんうん、ソロ入れたりしたりしたらなんか楽しいなとか、そういうのが何楽器の楽しさ、中華いうのそんな感じじゃない。なんでやっぱりあのこう集まって、まあ今ね、あのあんまりスタジオとかも行けないかもしれないけど、こう例えば家とかに集まってこう2台あったら一緒に、じゃあ1人がコード弾いて1人が、ソロ弾くとか、そういうのも面白いよね。なんかそれが気軽にできるのもウクレレの楽しさ。なんでなんかこう適当に弾いたところにソロ入れられるようになってくるともっと面白いし、なんかそういうのがいいかな。なので、たくさん買ってください。本当に一人で弾くのもすごい楽しいんですけど、二人以上いるとすごい幅が広がりますよね。そうね。なんで、まあテナだとパワーあるから、特に、うんうん、C、はい、C、C だけね。なんかこれでやっただけでもなんかいいのよ。
感じで気軽に楽しめるのも、うんうんうん、ウクレレの楽しさかなというのも伝われば一番嬉しいですよね、うんうん、ただ販売だけしてるっていうのも正直あんまり面白くないよ、うんうん、なんでなんかこうお客さん来たら一緒に弾ける雰囲気っていうか、うんうん、じゃあ私これ買ってもらいましたっつって、えじゃあ僕じゃあこれでやったら、うん、あこれとこれのウクレレ合うなとか、うんうん、なんかそういう発見もできるし、気軽にあのお店で弾いてもらって楽しんでもらいたいなっていう感じがしますね。日本一敷居低い、敷居が低いそして面白い単語、ゴッシーさん、ゴッシー間違えてる、日本一敷居が、敷居が低い、敷居低くなっちゃう仕切っちゃった、楽しいって言ってもらえてます楽しい、楽しいんですよ、ね、ウクレレって本当楽しいんですよね、なんかね、はい、あの日本一仕切りの低い、仕切です仕切です仕切ね、日本一仕切りの低いあのお店っていいですよね、あの仕切りじゃなくて仕切り、仕切りが低い、どういう店なんだでもね、やってることは結構真面目にやってますよ、うんうん、ちょっとしたエッジがあったりするの嫌だったりとか、うんうん、結構できることは本当にお客さんのみというよりも、てめえが買った時どう思うかっていうのをイメージして、うんうん、一本一本なるべくあの丁寧に販売したいなと思ってるんだけど、正直数もかなりあのうちの方在庫持ってて、日本でもかなり在庫持ってる方じゃないかな、うんうんうん、1店舗においては。なんで一本一本アップするのももちろんなんだけど、なんかこうたまってアップがその掲載が1ヶ月後とかになるのも結構お店さんによってあったりして、入荷してなかなかアップしないとかじゃなくて、入ってきてこれなんか今日午前中に入荷になったやつですから、ね、さっき箱開けたぐらいですからね、はい、なんでその新鮮なフラッシュなをよりその感動を皆様にお届けできるっていう、なんか楽しさも一緒に、この本当はお店でね来てもらえればいいけど、うんうん、なかなか今そういう女性になってないんで、うんうん、よりなんかその今の SNS の機能も使いながらあのやれればと思っております。なんかまたコメント来ました、遊んで笑って人情店舗パンタン、そう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 、そうなの、うんうん、なんで時にはお客さんもちょっと詳しい人は私たち忙しそうだったら店員やっていただいたりとかなんかそんなもありですから、ね、通販でお世話になりました、いつかお店に行きたいです、来てほしいです、来てください、着いたらぜひ、ください、すずネームさん、すずなめさん、え、つばささん、わしさんの声とウクレレの音色で眠くなる申し訳ございません癒しのサウンドでございます、ウクレレいいですね。なんかもうとりあえず3本今日エンヤウクレレ、ライブ3本、はい、ライブ3本、エンヤウクレレ、セイレンウクレレ、そして最後コアロハの3本立てで、はい、ちょっとこう商売がたきなこと言うと、まあ、せっかくゴールデンウィークでネット見る時間もあると思ったんで、うん、どうしても初日にやりたかったっていう、うんのもあるんですけど、お休みの方もやっぱ多いかなと思いましたんで、ご紹介させていただきました。ちょっとね乱雑な、ところもあったかもしれないですけど、うんうんうん、まあこうやって最後は結局雑談になるっていうオチですけど、うんうん、なんかありますかね一通り5本紹介したんで、うん、まあこれも店頭に早々に並べますんでいいですけど、あと何かあればお答えしますけど、何ですかね、なんか質問とかあれば書いていただいて、ケリー買わせていただきました、ありがとうございま す, います、ケリーも音いいですよね、あれもすごい選定してるんですよ、うんうんうん、選定して調整して、そう、はい、なんでね、でいつそんな時間があるのかぐらい意外と実は動いてたりとかしてますってまあその辺も一生懸命頑張ってます、ますで、あとは何かあるかな、ゴールデンウィーク中セール見れなかった、アーカイブ残ってますんでご覧くださいね、あ、そうですね、はいはい、3本とも残ってます、残します、はい、あとは何かある、コアロハ以外で、コアロハ、これヘッド当たんねえかな、
大丈夫そうだ。何ですかね。あとはあちょっとまたいなくなっちゃいます。はい。今日は何度目ですかね、何度目かの無茶ぶりをされています。結局セールもオーダーストップで、そうなんです、今はちょっと止まっているんですけど、いずれ再開すると思いますので、それまでに、それね、ちょっと待ってて、はい、それ陳治さんにさっき言われたの、怒られた、うん、あ今オーダーストップなんですよねって言われてますよ。あ、そう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 なんです。なのでちょっとお待ちいただいて、その間にどんなのがいいかっていうスペック、何の材でやりたいかとか、どんなものに仕上げたいかっていうのをいろいろ練っていただいて、練ってる間もすごく楽しいと思いますので、漫談よろしく。やかましいわ、本当にできませんよ一人じゃ。通販はどこから見れば、ホームページ、インスタグラムご覧のいた方はトップページっていうんですかね、タンタンのページの一番最初にリンク貼ってやると思います。待ちます、よろしくお願いします。漫談はこちら、漫談得意な和紙さんが書いてきましたよ。お、なんか漫談じゃなくて雑談、木目の素敵なケリー愛用してます、ありがとうございます。これが和紙さんの剪定、あ、違う、これがケース、コアロハついてる、コアロハご購入いただいた方にはこちらのケースがついてます。プロテックのケース、これにすごくインスタ見てます、ありがとうございます。なんだっけ、すごく人気の高いケースですね。もう説明が雑。エルヴィスはオンライン、いつ出ますか、タンマスターコンサート、いい音、いやいや、もうありがとうございます皆さん。ケリー綴り間違ってた、いや気づいてました、黙ってました。プロテックに戻りますと、このねポケットが大きいのがあんまりないんですよ、クレロのケースって。ポケットが本当こんなもんなんで、これある程度のサイズだったら iPad とかタブレットも入ります。あとポケットの中も小分けできる充実なポケットです。OK。そう、なんかもう最後なんで、いろいろちょっとしたお話、はい、雑談になってくるんですけど、はい、TR、うちの母体の会社、株式会社 TR っていう名前がメインでやっていて、はい、そうそう、カバンプロいらずのプロテック、そうそう、プロテックのケースに、次はコンサートからぜひぜひ、でね、ちょうど4月から10周年なんですよね、早いもんで。ウクレレショップタンタンは3年目なんで、4年目だと。そうですね、3年経ちました、4年目です、ね、今なんだけど、母体としては10年なんですね、で秘蔵ハワイアンコア、これすごいすごい撮っといた、見えるかな、めっちゃ熱いんだけど、こういうのね結構実は意外と持ってるんですよ、はい、うんうんうん、これがハワイアンコアですよ、すごいすごいですね、カーリーが。でこれを使ってなんかショップモデル、うんうん、これから作ろうかなって思ってるとかして、こういう材を結構持ってて、うんうんうん、これ木目がすごくいいんだけど、多分パッとわかんないですよね。これウクレレを作る前の話になるので、意外と見ることがなかったりするような感じです、うんうん、このくらいまでカットされてる、これはもう相当数十年も年代経ってるのを、たまたまある方から譲ってもらった貴重なもうプレミアムグレードのコアなんですけど、で、ちょっと塗装するとどうなるかっていう、ウクレレってこう見えるかな、こうやって塗装するとちょっと木目がいい感じに、まあ、これとかそう、こうやってツヤツヤしてるじゃないですか、これがこれだとどうなるかっていうのを少し見ると、意外と製造前のところから見る方は少ないと思うので、一応水とかかけると見れるんですけど、一応ホワイトガソリン、ガソリン使ってるんで、うん、火使ったらボーって燃えちゃうんだけど、一応これすぐに揮発性高いので、いいのかなと思って、これで色合いを試してます。あ、そうだ、まあ、ちょっと雑談してる、雑談、ちょっとおけつちょっと見えるように
ちょっと近づけとこうかな。こんな感じです。すごくハワイアンコアのカーリーが生で見ても見えるんですけど、見えますか？すごいですね。こんな感じです。カーリーが続いてますね。ちゃんとこれだけでもねよく見えますよね。そう、皆さんの私一人になったらどんどんコメント書いていただけると寂しくないんで。霜降りみたい。そうなんです。美味しそうですよね。そう、すごいこの目で見ても見えるんですけど、見えないやつも見えやすくなるんですよ。さっきのだとネイルも潜りもありがとうございます。ネイルはすごく私爪がめちゃめちゃ弱いので、この伸ばしてるところが割れちゃうんですよ。なのでネイルでちょっと補強して弾いてます。いい音になるので爪弱い方はぜひ。しょうこちゃんのマスクはパイナップル。そうです、パイナップルです。めっちゃ可愛くないですか？しかもちょっとキラキラしてるの。これは不織布マスクが通せるやつです。なのでここは痛くない。これはおすすめ。暴風に耐えて育ったコアならではで。そうなんです、バリバリカーリー履いてます。みんな優しい、ありがとうございます。どうしたの、はい、みんなすごいコメントしてくれて。それで繋いでるのはダメだ。え？いやでもカーリーもちゃんと言ってますよ。コロかわいい、ありがとうございます。はい、でこれ、はい、さっきの続きこれですね、はい、これにウクレレにしよう。これは4枚、多分4枚取れると思います。これがブックマッチになったりとか、これ1枚でソプラノもできるしっていうので、これうちの型なんだけど、ほらこれでソーシャルディスタンスもできるっていう。できるかな、一石二鳥。ずいぶん狭い。これでいらっしゃいませっつフェイスガードしてよ。フェイスガードっていう感じなんですけど、これ型がうちの工場に作ってもらった型があるんですけど、これをね当てはめて、うんうん、ここの気取りだったらいいかなとか、こういう感じ。このね、そう、型がねとっても大事で、もう私たちにとって命のようなものです。これだと例えばこの板だとコンサート1枚だったらちょっと出ちゃうよね、うんうん、ここが見えるかな、これと分かると思います。動かしていただくとよりよく分かります。そうですね、こうやってやると。なんでブックマッチって言って、線が入ってると思うんですけど、これを開いた状態で、使います。この板をブックマッチ、こっちで、そういうこと。それにしてやると半分で済むんですね。なので使えるという感じで、ウクレレの方は製作します。でイメージとしてはこういう感じで撮ったら、うん、もう一個こっちもこういう感じで撮れる、うんうんうん、そうすると2台分撮れるかなってイメージが湧くと思うんですね、うんうん、こうとこっち側、アジの開き、そう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 。で、まあパズルみたいな感じですね、うん、に当てはめていくとこのやり方が分かるんだけど、これをお店の店員がやるっていう作業ってすごい時間かかって本来だともう NG レベルの時間のかかり方です、うんうん、これはもう工場のやり口なんだけど、でもこれを徹底してうちはやってたんで、なんとか、うんうん、みんなに気フェチが集まってくれたということでさあこれを、はい、例えばじゃあ仮にここでいいや、ここに半分ブック当ててみましょう。じゃあここでここの材料で商品を作るってなった時に、この材がどういう色になりますでしょうかということで、これでイメージするんですね。めっちゃかかりましたけどごめんごめん、殺されるのかな待って、なんか強いねこれ。あーやだやだ燃やされちゃうかと思った。型はウクレレメーカーによって違うのですか？そうなんです、違います。
これはティキティキの方ね。そうです、これはうちのティキティキの方。ちょっと乾いちゃうとあれだから多めに。めちゃめちゃこうなります。見やすくなりましたね。これはすごい木が出てる、うん、で裏とやったら分かりやすいんじゃないですか。これがこれがこうなる、こうなる。そしてこっちもやってみようか。こうなる。これすごいですね。っていうふうになります。はい、でこれをねつけた状態でビーンって置いちゃうの。こうやってここがいいかなとか、こういうふうにして決めていくのをひたすらやる。でこれも時間経つとあの蒸発して色が乾いてくるんで、例えばってやるとほら、うんうんうん、もうあっという間に、これをねやるのが楽しい。まあ結構もう完全に乾燥しきってるんで、うんうんうん、まああのガソリンつけても大丈夫ですけど、こんな感じで気取ってもかっこいいよねって、うんうん、まあちょっと画像だとあんまりあれだけど、でもこういうこともあのしながら、うんうん、あの制作者の思いとかも含めて、うんうん、あの作ってます。なのでこういう木ってハワイアンコアのカーディが入って、もうほんとプレミアムグレードのも年代物、うん、では特に数がなくなってきたところなので、こういうのを作っあの材料を先にお知らせして、これでこういう形のを作ってくれっていうのももちろんありです。そういうのもあるんで、まあちょっと雑学的にあの入れてみました。ちなみにもうこんなに乾いて、なんもなく、うんうん、なかなか見る機会が、この業界じゃない方は見る機会少ないと思うんですけど、こんな感じのやり方があったりします。うんうん、で材はもううちすごい実は持ってたりするので、結構なマニアックなのを作りたい方は別途あのお問い合わせてもらえれば材選ばしてあのいただけますんでいいかなと思います。であとはスプルースでまあいいや、それがまた後でしょう。まあそんな感じ、まあ、あの雑談になりましたけど、まあいずれにしてもまあメインとなるのはハワイアンコアで、ハワイアンコアがやっぱウクレレの中では一番メジャーどころというか、まあ欲しさがこう一番人気のあるところなのかなと思うんだけど、とは言ってももうかなり伐採も今禁止になっているところも多いし、すごく希少なものになっています。実際ここ10年でね、本当何万円も金額が上がったりしてますんで、そういった部分を考えるとどんどん値段の単価も上がってきてしまうのもしょうがないかなと思うんですけど、まあでも本当自然の恵みに感謝して、こんな素晴らしい材っていうのもねなかなかないので、うんうん、でこういうの希少なのをちょっとずつ見つけたらストックして、大切に箱にしていくっていう作業をひたすらやっております。でこういうのもお客様に、伝えられるのもこういったライブの楽しさかなと思います、うんうん、こういうのはついでにこれちょっとじゃあご紹介しようかみたいな感じのことってあんまり記事にしちゃうとできないんで、うん、なんかブログとかもなかなかこれっつったらこのコアロハの25周年の、記事しか書けなかったりするから、こういうのもたまにね、ぶっこんでいくと結構面白いのかななんて思いますよね。さすが材木屋さんですね。そう、材木屋なんです。綺麗ですね。ということでね、材はたくさんありますので、はい、何か欲しいものとか木を売ってくれもたまにはいいですけど、うん、ちょっとはストックありますんで、まあ木のことに関しては比較的詳しい方なのかなと思っております、うんうん、まあ、この材もそのうちいいウクレレにしたいと思って取っておいてある材なので、その辺も今後楽しみに
しててくださいというわけで、はい、もう間もなく終了しますんで証拠にちょっと変わります。そうまた出たよねそういうのね、ということで本日3本目のライブ配信ですが皆さんお楽しみいただけたでしょうか。どうしましょうねそうだな、お店にね来ていただけるのが一番いいんですけどなかなかそれも難しいので、なるべくこうやってお店の、ここお店じゃないですけどお店でどんな風にやってるよっていう雰囲気が伝えられたりとかできたら、美しい財を魚に飲めますな、飲めますね、無茶ぶりほんとね、ほんとそこですよ、ちょっと言っといてくださいね。そうなんだっけ、そうお店のね雰囲気とか皆様にコロナの影響じゃなくても遠方すぎてちょっと来れないということで大丈夫ですかいらっしゃるのでね、なるべく楽しんでいただきたいなと、こうちっちゃいお店ならではのそうね、遊び心満載のことをこれからもやっていけたらなと思っておりますので、まあ、潰れない限りは一生懸命やります、はいはい、一生懸命楽しみます、はいはい、というわけで、はい、長きにわたり、はい、誠にありがとうございました。ありがとうございます。明日から、はい、また明日お茶の水、お茶の水にいます、はい、多分、僕は明後日1日、1日の日は、はい、お茶の水行きますんで、私もいます、ぜひ、はい、この動画見ましたって言って来てくれたら、はい、何しようかな、チューニングします、チューニングしますいや言わなくてもしてあげてお店のレイアウトも変えたんですよね。そうなんです、変えました。クロネックのコアロハカニレアソプラノ気になりつつコロナでお店行かれてません、あーチナチナップさん、おおこんにちは。クロネックのコアロハカニレアソプラノ、そうコロナが来れないですよね、絶妙な生コンビ見られて嬉しいっすお二人に会いに行きたいです、ぜひあはは頑張ってください、頑張ります。絶妙な生コンビ、そうそう褒められてますかね、そうそうそう、はい、ありがとうございます。なんだろう、暑いっすねいやいやうちわじゃないだろうそういうとこですよそうそうそう欲しがるなそう、あとは何だろうな、何かあるかな、一応ゴールデンウィーク11連休でしょ、うん、もうあの家でも、まあ、ステイホームって言われるけど、うん、11日間家にいたら腐るよ完全に、うん、なんでまあほどほどに来てくれればいいですよね、うんうんうん、であんまりこう密集でうちのお店の方にも入っちゃう場合は一旦規制かけたりとかもしますんで、うんうん、その辺は十分配慮しながら販売の方を、うんうん、させてもらいますんで、うまく来てもらえれば幸いです、うん、でお茶の水なんですけど幸いにも祝日系結構うちの店の前車で来て意外と平気な人いますよねうんうん、うん、まあもちろん中勤のあれもあるのであんまりゴーとは言えないですけど比較的ちょっと止めやすい場所にはあるのかななんて最近思ってはいるんですけど、まあ車で来れる方は一番嬉しいかなと思っております。楽しく拝見しました、ありがとうございます。いつも楽しませてもらってます、ありがとうございます。開店時間ドンピシャで行きますわ、待ってます車で行きました、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークも営業時間一緒ですか、とても素敵な質問ありがとうございます。一緒です、そういうの、そういうのそういうの欲しい、素敵もあいさん本当ありがとうございます。すいません、あと忘れてること何かあったらコメントください。コメントこれ言わなくていいのみたいなのあったら宣伝系言ってください、はい、ゴールデンウィークはそうゴールデンウィークは5月5日6日何が水曜日、あずれるんだよ、そうなんです、5月のそう水曜日、来週の水曜日、そう5日か6日かが水曜日なんですけど、水曜日うち定休日なんですけど、そこ開けまして、そう木曜日がお休みになります。定休日、定休日って言うの、臨時休業、臨時休業来週だけ5月の頭だけ水曜日やってます、木曜日お休みです。車で行きました、あそれはさっきのやつかな、そのはず6日ですよね。僕すいません、何が何だか分かんない。そうそう、5月5日がお休みで、5月6日、違う、5月5日が営業で、5月6日がお休みです。5月6日木曜日がお休みになります。5月5日が水曜日、ありがとうございます。アシストしていただいて助かります。
そうなんです。5月6日は、柏店もお休みです。5月5日はタンタン2店舗ともやってて、5月6日が2店舗ともお休みです。来ようとしている方はもちろんお問い合わせ、電話やメールしようかなという思っている方もちょっとお休みさせていただきますのでご了承ください。あとは、なんだろうな、なんか告知忘れありますかね、これ言わないといかんよとか。もうあの私たち皆さんの頭脳をもとに生きておりますので。そうそうそうなんかあるかな。あの、ウーバーイーツみたいなのあればいいのよね。ウーバーイーツいいですね。ウーバータンタン。ウーバータンタンしてよかったら全然ありだけどね、近場だったら。水曜日。水曜日限定ウーバータンタン。水曜日お休みじゃない、はい、水曜日だったら楽器持ち出せるから、うんうん、まあ、交通費かかっちゃうから、うんうん、必ずあの買ってください的な言っちゃったよ。ライブ疲れですね。あ、違います、普段からです、すいません。そうですね、水曜日、あと水曜日が定休日な方多いんですよね、結構皆さんも。なんか活かしたいんだよね。で、うちらも休みずらせばいいだけなんで、うんうんうん、なんか水曜日の活用方法とかあればもっと嬉しいんだけど。いつもなんです、知ってるって言われますよ。次回のライブ予定決まってますか？決まってません。いつもゲリラ的にやっておりますね。あはははは。だから人気がないんですよ、うちは。お店は。皆さん、あの、なんとかなんとかタンタンを人気店にお願いします。皆さんだけが頼りです、ね、宣伝とかなんか広告費にかけたことないよね、はい、うん、その分、ね、楽器を選定しに行く交通費とかにかけてるお金、うんうん、はい、お二人も休んでください。ありがとうございます。そうですね、いや、休ませていただきます。タンタン行きたい、来てほしいです。行きましょうか。お、タンタンでどちらまで、どちらまで行けばいいですか。キミさん、キミさん、どちらの方ですかね。あんまりこれダメだ、こんなとこで言わせちゃいけない。何を言ってるの、いきなり。何件ぐらいここでプライバシーあったもんじゃない。でもさ、何本かこのどっちか欲しいんだよなとか、うんうん、とか、あとお友達同士で近場に 2,3 組いるんだけど、うんうんうん、持ってきてくれたら、あの、答えてくれましたよ。愛知県。愛知県ちょっと遠いな。愛知県でも行きたいな。車でちょっと行けないんだよな。お友達にタンタン進めていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にあの、この2本とか3本で迷ってて、最後には触って確認したいっていう方とかにはちょっと言ってあげたいですよね。ちょっとなんかそういうの本当はもっとあの雑にやっていいんだったら、うんうん、俺行きたいんですよね、うん、行って、じゃあこの3本持ってきたぜ、好きなの、あの、触ってくれって言って、うんうんうん、で、その人がもしネックのちょっと原稿もうちょっと下げてとか言ったら、うん、簡単な調整だったらその場でできるから。その場でやっちゃいますね。神奈川にタンタン回転してください。あ、それね、うん、あの、出資いただければすぐ回転します。出資していただければ、はい、出資してください。翼さん、ウクレレ界ではタンタン有名でしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。雑な。雑なタンタン。雑な。タンタン全国展開ですね。5月5日お誕生日なので九十九里浜にウーバータンタン来てください。嘘、5月5日は営業してるんです、ごめんなさい。営業中じゃダメだ。営業中ダメじゃないですか。でも行きたいですね、九十九里浜は行きたいですね。九十九里でしたら、うんうん、あの、行けますよ。なんかウーバータンタン5月6日でいいですかね。お誕生日過ぎちゃってるけど、そう、休みの日だったら、あの、お店が休みじゃないと楽器持っていくあれがあるから、ね、ごめんなさい、タンタン来てください、嘘って書いてありました。嘘かい。行きたいですけどね、西の花、東のタンタン、ありがとうございます。ありがとうございます。もういいですね、ウーバータンタンはちょっと。ウーバータンタン面白いよね。ありですね。ありです、はい。オープンカーで行きますから。オープンカー、楽器乾燥しまくりじゃないですか。オープンカーで持ってきます。頃にはブリッジ剥がれてます。そうですね。逆出張タンタンが現実のものになりますね。そうですよね。はい。なんか、あの、あれじゃないけどさ、あの、食品とかってそういうトラックであるじゃない、うん、なんか楽器ももうちょっとなんか敷居下げたいんだよな、そういう、うんうん、ウーバータンタンじゃないけど、うんうん、なんかそういうの、あの、水曜日の日とかで、どっかの教室とかでみんな集めてもらって、うちもほら売り上げにも正直なるし、うん、みんなもその場で見れるじゃないっていうのもあるし、車で行けば多分大丈夫だし、なんかそんなも、うん、
あの近場だったらね、関東エリア内ぐらいだったら車で持ってけたりとかするんで、なんかそういうのも少しずつ、まあ、このコロナの、うん、その時代に合わせた動きをしてってあげるのもお店としては新しいサービスなのかななんても思っておりますんで、なんかリクエストあったらどんどんメール唐突にしてください、うん、なんかねウクレレ教室の皆さんで見れる会みたいな感じで、そうですね、うんうん、でその人たち用に水曜日にチャットでオンライン販売とか、うんうんうん、その人とのズームで、あ、それも面白いじゃない、うんうんうん、その人時間決めてもらってその人のみの、ズーム販売会っていうのはありだと思います。フライベントとか始まったらショップも出るので本当に九十九里浜方面出店してほしいです。出店したいです。出資もお願いします。出資もお願いします。ウクレレワゴンで移動販売どうすか。うん、そう、それやりたいんですよ。出資お願いします。出資お願いします。またまた翼さん出資お願いします。本当にありがとうございます。そうなんでね。そうなの、出資してもらえるってなっちゃった。なんかそういう、うん、あの移動、まあ近場だったら、まあ近場っていうか、まあ本当50キロ圏内とか、うんうん、そのくらいだったら全然あのそういうのは言ってくれればある程度話まとめて持ってきますよ。うんうん、出資って言ってくれる。出資お願いします。翼さん、本当ありがとうございます。お名前覚えましたよ。買ってくれればいいです。なんかそうやってでも、うん、そうやってでもうちのお店で買ってくれるって嬉しいからね、うんうん、そんな数はできないかもしれないけど、うん、一人でも喜んでくれるならね、うんうん、なんかそういうやっても人情味あふれてていいじゃない。逆に大手でできないことじゃないですかね。そうそうそう、昔なんかそういう感じでしょ、うんうん、きっとなんかそういうリアカー引いてさ、うんうん、とかそういうこれでいっぱい積んで、そうそうそう、そういうことを SNS こう便利になってるけど、うんうん、それプラスアルファでやっぱそういうことも必要だよ。素敵なサービスアイデア、公園とかにタンタン来てくれるとか、そうそう、あ、そうそう、それですね。そう、まさにそういうのやりたいんです。あの紙芝居屋さんみたいな、いいです、全然そういうので、全然ね、そういうのをやって、うん、みんな楽しんでたら、それであのぜひあのブログとかみんなが拡散してくれるのが逆に言うと宣伝になるし、そういうのでいいと思ってますんで、なんかもうウクレレショップって今そういうなんかこう、うん、なんだろう、高級なのも売ってます、もちろん売ってるけど、うん、こういうのしか売ってないとかっていうんじゃなくて、そういうあのちょっと土臭い販売方法は、まあ言ってもウクレレをあの仕入れるのもすごい土臭い方法でひたすら集めてるので。写真送ってもらったりとか、そうそうそう、見に行ったりとか、ね、見に行ったりとかやってっから、はい、やっぱそういうのでいいと思うんですよね。まずはあの自分の足で稼がないといけないとは思ってるので、うんうん、そういうふうにあの私たちのできる最大限サービスはあの利用していただければいいかなと思っております。うんうん、なんかみんなどんどんクラウドファンディングとかは、うん、移動販売車ですか。そうそうそう、そういう感じですよ。クラウドファンディングがね、ちょっとあんま苦手なんですよね、なんか。個人的見解きました。そう、ちょっとね、苦手なんですよね。うんうん、あの結構今流行ってて、うん、僕も、沖縄の友達の、宿、うんうん、民宿の宿にクラウドファンディングして T シャツもらったとか、よくやってんだけど、なんかそういうのもありなんだけど、楽器屋さん、うちはちょっとそれ苦手で、なんかその集めてくださった方々へのリカバリーじゃない、うん、なんて言うんでしたっけ、あれができないですもんね。そう、なんかうまいこと、俺がうまいことできなくって、なのでなかなかねできない。ぜひ北海道までお願いします。お、北海道行きたい。実はうちのかみさん北海道、あ、言ったのと、いや、行きました。映像的に通じねえか、上手だな。北海道でして、はい、北海道はねちょっとなんか、うん、あの展開したいですね、うんうんうん、だって行ってるとお魚も美味しいし刺身好きだし。行ったことないんです北海道。あ、そっか、北海道は本当にいいですね、うん、結構好きで、でやっぱカニが好きなんで僕、うん、で北海道いいです、最高ですね、行きたいですよ。なんか呼んでください。何かないですかね。北海道の皆様、あ、そう、はい、こうやって話してるといろいろ思うんですけど、うん、うちのお店めちゃ良心的で、うん、北海道と沖縄の離島の送料同じなんですよ、あの本島と全国一律で。そうなので
ぜひ北海道の方も気軽に通販できるように今の現状はあのできますんで、ぜひね、お問い合わせもらいたいと思っております。ちょこちょこ北海道の方も沖縄の方もご注文いただいてます ね。北海道の方も多いっす ね、 多いですね、本当に多い、うん、なんか本当に多いですね、うん、北海道の方と沖縄はなんだろう、送料が安いからそこですかね、送料赤字なんですけどね、実際完全赤ですね、完全赤だけどな、意地でもやるみたいな意地でもやろうっていう感じでなんとか頑張ってます、うん、はい、それは知らなかった、それはすごい、ありがとうございます、すごいんですよ、そうなんですよ、結構身を削ってますね、まあ、そう、それはもう意地でもやろうと思ってずっと続けてることです、うんうん、なのでぜひあのご贔屓にしていただければと思います、はい、まあそんな感じですかね、一旦そうですね、今5時半になっちゃいましたから、ね、はい、これから写真撮らないといけないですから、ね、というわけで、うん、長きにわたりですね、本当に今日はありがとうございます、明日からゴールデンウィーク11連休中の10日、10連休ぐらい残ってますね、10連休ぐらい残ってますね、まだまだ淡々で、お買い物を残してることはありませんかっていうそちらで購入したコルドバウクレレテナー 35T、 おお、いいの買いましたね、は、おー、作り音色とも極上の当たりでした、ありがとうございます、お、よかったですね、それ本当によかったですね35T はなかなかね他のお店入ってないやつなので、そうです、すごい、私も個人的にすごい好きです、河合さんありがとうございます、かなり数増やしてますからね、自分もですが地方にはウクレレ扱ってる楽器屋さん少ないんですよね、うん、行きますよ、梱包もしっかりしてますしね、ありがとうございます、そう、梱包命、そう、梱包はもうプレゼントかのごとく包んでますから、これもまた梱包とか材料その資材とこういうプチプチとかで買ってるレベルなんでこれもまた赤字要素ですよ赤字で発送して送料も赤字、そう、はい、だけどそれでも届けたい、でもこれ結構本当だからね、はい、そう送料梱包費用っていうのが発生しない限りは本当そうだよね、うんうん、なかなか良心的ですね、 そのタンタンが好き、ありがとうございます、うん、送料より電車賃の方が安いので確実に行きます、ありがとうございます、それは助かりますよ本当ねそれがベストなんですけど、うんうん、本当ね梱包材料も今高くなってきてて大変なんですけど、うんうん、あんまりこの頃なんかしっかり取ると結構えげつない金額の送料になったりするんで、うんうん、なんかもうめんどくさくなっちゃって統一しようっていうことになったんですよね、男気タンタン、そうです、男気は私にお任せください、そうです、そうです、うん、うん、そう、あんまり女の子の可愛らしさ持てないよね、それがいいんですよ、そうそうそう、一応女子なんですけどね、一応戸籍上は女子ですね、戸籍上は女子なんですけど、はい、自覚はあんまりないですね、そうですねやかましいわ、女子だわ、女子女子っていう年じゃないんですねやめよう、この話やめよう、まあそんなわけで、はい、あの次の、インスタライブはなるべく、うんうん、証拠メインでやらせていただきたいと思いますで私はちょっとあのお茶の水にいるので、お茶の水でもやればいい、なるほどね、そんな感じでね、はい、ちょっとゴールデンウィーク、うん、かなり、はい、ウクレレ増やしました、なんでぜひね、いろいろ選べると思うので、ごあの購入ご検討の方はぜひですね、はい、お問い合わせいただければと思います、あのまだ載ってないモデルとか、うんうん、アップが間に合わなかったりするものが多少あるかもしれないんですけど、電話まずくれればそれで受け答えられるし、うん、どうにでもしますんで電話いただければと思います、素敵なお嬢さんって言ってくれてる、お嬢さん、お嬢さんですよね、読み間違い、うん、いやいや違う違う、いや合ってる合ってる、うん、いやいや私もいやいやってなるけどインスタライブ楽しいですね、ありがとうございます、でもあなたが見てくれてるのは Facebook じゃないですかね楽しい怖いわライブでもライブ楽しいですよね、こうやって それこそ来られない方が会話がちゃんと、ね、ここそういらっしゃいませって言えるのかな、いらっしゃいませ、そういう風に言うの、言わないです、いらっしゃいませって八百屋じゃん元気よく、そう、元気、そう、うちの会社元気が悪いと元気が悪い査定に響きますからやばい、ちょ頑張ろう、そうそう、元気いいのがはい、アホみたいに元気な方が好きですよねやっぱなんか見てて元気になりますよね、そう、対面商、うんうん、商売なんで元気な方がいいっすよ、二度見、そう、すいません、ちょっと自覚がなさすぎて二度見しちゃった例えば初めてのウクレレブック買いました、タンタン乗ってました、そうなんです、乗ってます、ウクレレブックタンタン乗ってますね、何だっけ、え、あ、持ってくるよ、あらあらあら、
あるそうです。またそれでなんか口実作っていつも一人にされるんですよね、これ。笑いっぱなしです。ありがとうございます。ツッコミ楽しい。ありがとうございます。あの、わしさんにツッコめるの私しかいないんですよね。皆さんちゃんと遠慮する。おわー、いいの来ました。思う歌。あ、これちょっと鏡文字でお願いします。思う歌ね、これずっとあのお店の BGM にもなってるんですけど、すごくいい。イエーイ、テンション低くないですか。イエーイのテンションじゃない、イエーイ。もうね、はい、数残りわずかです。結構残り少ないです。清作さん。清作さん見てくださってますか。もう残りわずかになっちゃってますけど、うんうん、思う歌、あのまだ CD 残ってますんで、ぜひ、まあ新しいあのモンゴル800のエトストラワークス、はい、あの発売になりましたけど、はい、ウクレレバージョンのあのこちらのウクレレ好きにはたまらない。はい。こちらですね、思えた。ぜひね、JT の CM にもなっております、うんうんうん、ご購入いただければもう残りわずかになりましたんで、はい、ちょっとそんなんもあってご紹介と、うんうん、はい。そしてさっきの話ね、こいつね、ウクレレブック、はじめましての、はい、ウクレレブック、みんなすごいよ、お店さん、うん、マハロ、はいね、マハロ、これ公式アンバサダー募集してますね、100名お、皆さんやりました。俺もアキラちゃんにちょっと言ってみようかね。俺どうかな。そう、アキラちゃんって、アキラちゃん、あのここのお偉いさんです。社長です。一番のお偉いさんです。いいやつなんです。あ、あの歌、そうそう、あの歌。あ、そう、あ、こっちね。こっち気づいてくれ。思う歌、あの歌です。その本買いました。今度本に出します。忙しい。ね。そうそう、この本ね、この本あのすごい楽しいですよね。で、まあうちもいろいろ広告入れさせてもらったり。ちょっとフェイスブック側が入ってないですね。これね、入れてもらったり、はい、ポイポイさんあったり、うん、辻彩乃さんあったりとかいろいろある中で、うんうんうん、なんでこの本持ってきたんだっけ、これ。そこってウーマとか。あ、ウーマとかね。そうそうそう。そう、うちのブランドのね、ウーマとか。台湾のメーカーウーマ。そう。出てきましたね、これね、今エコロジー企画テキテキ、これすごく大好評いただいて売れてますね、はい、大好評もないしです、うん、小山さんの木村さん、これは来ました、ね、タンタン、これね、紹介してもらいました、これ、はい、何ページ？64ページですね。これなんかあの、神さんに本ダメ出しされたの、はい、おっと、写真がなんかちょっと他のお店もっと綺麗に写ってくる。なんでこう携帯の写真でアップすんのって。あれ、これ撮ったやつですか？撮っていただいたやつじゃなくて。これ多分。撮っていただいたやつだと思う。違う。ラベルがだってここに貼ってるじゃん。多分違うんだよ。なんか引き伸ばしたんだよ。もっといい写真を撮れっていう。でもこれでいいんですよ。うちなんて。うちなんてこのくらいの鈴木智樹さん、そう、鈴木智樹さんね、すごく人気ですね、載ってますよね、これでも、まあ、そんなこれね、作さんも、あ、そうね、最高ですよ、いいコメント書いてくれてるな、あ、そうですね、いいですね、最高、作さん、いろんなアーティストさんのおすすめ練習法とか載ってたりしますんで、はい、はい、終わりました。急になんかチーンってなっちゃいました、ね、そう、そんなこともあって、うんうん、まあ今あのソファーがない、あ、ソファーはね、移動しました、あ、そう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 、その後模様替え、そうなんですよ、ちょっとずつ、そうそうそう、99万円のウクレレね、すごい高かったですね、コンサートだけバカ高いんですよ、そう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 、そんなのね、本当は9万9000円ですよ。あるんで、うん、あと何がいいかな、ハワイアンコアの苗とか見ます？苗苗これはちょっと重いから持ってくるのが大変だ。ハワイアンコア育ててるんです、そうなんです、ブリッジぐらいにはもなる、ひゃー、そう、ブリッジ、あ、ブリッジできますかね、うん、まあそんなもあって、ちょっとあんまりダラダラしてもね申し訳ないから、ここら辺でちょっと、はい、明日からは店頭でと、見るって言ってますよ、店頭で、苗見る、いいよ、
今苗持ってきますから少々お待ちください。やべ。見れないかもしれない。絡まっちゃったんですね。ちょっとこれ持っててくれる。もう一個の方、種がなってる。いや、全然あのね、全然映んない。大事なところが映んなそう。こんな感じです。よいしょ。これハワイアンコ。で、あんまり見る機会ないからね、ご紹介したかったんですけど、これハワイアンコアの木なんですよ、これ。で、夜になると、ここの先が、もうね、ちょっと日が落ちてきたんで、細ってる。そうそう、細いんです。あの、夜になると葉が閉じて、うーん、そうで、また朝になると太陽、そう、広がる、思ったよりでかい。そうなんですよ、結構でかいですよ、これ、うん、数メーターありますからね。こんなちっちゃい、細いので、これの長さってことは、めちゃめちゃ大木ですね。本当はこれをあの自分の家の自宅とかに置いて育てたいんだけど、一度やったことあって過去に。そしたらある程度育ったところで自宅に置いてもやっぱ寒くって死んじゃったんですよ。室内の暖かさだから生きてる。そうそうそう、だからやっぱり日本はちょっと難しいかな、これを育てるには。ただあのベランダとかそのご自宅でうまく環境を整えれば作れると思うんですけど、なかなか作れない、うん、なんで、まあ冬はちょっと死んじゃったんで一本ダメにしてしまったんですけど、一応これがハワイアンコアですよの、大きくなり始めてるところ。大木になるまで何年かかるの？寒さは大敵。そうっすね、何年かかるんですかね。すごいかかりますよ。寝る、ワクワクさん寝るってどこと？唐突に寝る。すごい、見られて嬉しいです。沖縄なら行けるか。行けそうですね。沖縄ね、上手にやったら行けますよ。なのでもはや植木鉢が小さく感じる。夜に閉じる、ネムの木みたい。エバーフレッシュみたいだけど別物なのかな。そろそろ、はい、そろそろね、あのこれを変えようと思ってて、うんうんうん、あれなんですけど、あ、葉っぱ寝るってこと。そうそうそう、そう寝るんです。そうそうそう、そうなんです。夜はね閉じて、要するに呼吸を、あの体温だと思うんだけど、あ、そう、そう、温存、温存して、すごい広く受けて、そう、太陽は出てきたら一緒に開いてる。だから開いてる時の写真とかも、はい、あの自分持ってますけど、面白いですよ、うん、なんかすごく生きてる感じがして、でさらにこれがウクレレになるんかとか思うと、うんうんうん、なんかワクワクするよ、うんうん、だからこれは楽しい、うんうん、あのウクレレの楽器としてもそうだけど、はい、もう一個違った楽しみっていうのが、うんうん、わかるし、それをあのタンタンではそういうのをすごくこう、うん、おすすめするというか、こう自然との付き合い方というか、植物とかすごい私も好きで、家でも畑やってたりしてるんですけど、すごいね、こういうものを育ててると生き生きしますよ。ん？逆に北海道の方がいいかも。冬でも室温は25度。あ、そう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 、あの部屋だったらね、うんうん、ただ太陽日照は当てすぎて、うん、どうなんだろうな、多分ね少しね外の風にも当てないといけないんですよね、うんうんうん、だからでも沖縄でしっかり育ててる人のとか見たいですよね、うんうん、なんかブログでは結構上手に育ててる人いたりするんですけど、でもちょっとこう環境ももう日本もだいぶハワイ寄りになってきてる気はするんで、若干上手にやったらいけちゃうかなって感じしますけど、でもこうハワイアンコア毎日こう閉じてたりする、生きてるんだなと思うと、なんかこう活力が生まれるというか、こうコロナで家にこもってどのこうのっていうのもあるけど、なんかこういう自然があるととっても楽しいですね。でもう一本会社にもあるんですけど、もう一本の方は今種の実がもうちょっとできてきてるんで、もしかしたらそれプレゼント企画できるかもしれないんで、タンタンのタンタンコア、タンタンのあの
コアをプレゼントっていうのをしたいなっていう、うんうん、なんかそういうのができたら幸せですね。そうですね、うん、まあなんか種の販売とかは決してしないけど、欲しい人にはプレゼントしたりするのにはいいですね、うん、どんどん淡々の仲間が全国各地にできてくるみたいな、あったらいいかなと思います。なし、うんうん、てくるか、はい、これあのカニレアさんでコアリーフの形の、あ、そう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 、サウンドホールがこう葉っぱの形をしてるのかな、長いね、3メーターぐらいあるね、もうありますね、うん、結構大きくなったな。種欲しいわ、タンタンコアの成長日記をぜひアップしてください。面白いですよね、うんうんうん、うん、了解しました、はいはい、そんなわけで、はい、まあ、ちょっと長くなりましたけど、この辺でじゃあ最後締めてください、はい、おっと、わさびもちょっとこっちに来た、はい、そうですね、今日はゴールデンウィーク初日ということで、タンタンのライブ三昧お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。3本ともアーカイブ残ります。 Facebook はそのままご覧いただければいつでもご覧いただけます。インスタはこの後アーカイブ残しますので、ストーリーにもあげます。皆さんぜひチェックしていただけたらと思います。何ですかね、うん、とりあえず今日はよく、はい、働きました、はい、まだまだこれからですよ。そうですね、はい、もうワンアクション頑張って、そうですね、また明日から、連休頑張りたいと思いますので、はい、来れる方はぜひ、来てください、はい、なんかどうしても人に会わないけど聞きたいっていう人は、うん、あの閉店後とかのなんか対応とかも多分してくれたりしますんで、うん、ほどほどの時間だったなので、もし来てもらえるんであれば、なんか個別のメッセンジャーでもいいし、うん、メールでもいいし、ぜひあのお問い合わせいただければと思います。そうです、あの Facebook からメッセンジャーくださる方、 Facebook やインスタのメッセンジャーでご連絡いただける方はですね、ちょっと確認が遅くなる可能性がありますので、ホームページからのご連絡かメールアドレス、メールかお電話などの問い合わせが一番確実ですね。あとは注文したいという方、 J ギターとデジマートからは注文が実はできないので、購入したいですっていうメールがうちに届くだけなので、その間にホームページで買われちゃうとそっちが優先になってしまうので、絶対欲しいという方はぜひホームページからの注文をお願いします。大事なこと、大事なこと、無音タイム作ろうかなと耐えられないから、無音耐えられないからというわけでね、はい、いいのかな、うん、はい、じゃあコロナ乗り切りましょうって言ってくれてますよ。そうですね、頑張りましょう、頑張りましょう。全然大したことあるけど大したことないよって言えるような、はい、なんかね、感じにしないとダメだよ、うんうんうん、あのサウンドメッセ大阪もさ中止になっちゃって残念だったけどさ、いや本当です ね、なんか初のメッセ参戦かと思ったんですけど、うん、私はそういうの、うんうん、あのダメだダメだって思ったら本当ダメになっちゃうから、うんうん、みんなで頑張んないとダメだよね、うん、じゃあどうするかっていう方ですね。そうそうそう、うん、なんで、あのなんとか頑張ろう、みんなで、うん、楽しんでいきましょうっていう感じですね。まあ、あの通信販売もあるし、みんなあの問い合わせは電話でも、うん、なんかこう SNS とか Zoom 使ってもできることはやるんで、うん、ぜひですね、うん、興味持ってもらえれば嬉しいかな。しょうこちゃんの方がちゃんと営業トークしてる。そう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 、そんなもんですよ。その通りです。本当だね、褒められちゃった、褒めてますね。本当だよ、移動販売もね、本当やりたいですね。これ移動販売やろうよ、うん、これ楽しい。タンタンが大好き、もうありがとうございます。ありがとうございます。楽しさなくしたらタンタンじゃなくなっちゃう。そう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 我々楽しまないとお客様も楽しめられないというモットーでやっておると思うので、つもりでいるので。そうですね、そう。やめてください、疲れを思いっきり出すのやめてください。まだ仕事的には半分ですからね。疲れてる場合じゃないですよ。よし、頑張ろう。というわけで、はい、すいません、みんなあのコメントとかいろいろいただきましてありがとうございます。楽しかったですね、はい、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに行きます。タンタンのタは楽しいのタ。もうそういう感じ。いきなりんから詰まっちゃうやつ来ましたけど、んで終わりだね。二文字目で詰まっちゃうやつ。でも楽しいのタは大事ですね。ね、そうだね、はい、そうしよう、うんうん、淡々と仕事しましょう。いきなり楽しくない方になっちゃう。そうそうそう、はい、ね、
じゃあ、はい、お茶の水で皆様お会いしましょう。お会いしましょう、はい。今日は本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。簡単でした。じゃあ同じく Facebook から切ります。ありがとうございます。終了。インスタの方もありがとうございます。終了。